一郎。はい。ニュースとかで海外アメリカとかでライブしてるの見るからし、なんかああいうファッションが独特だから渡辺なんとかで。Hey guys and girls, this is Cathy Cat. We asked foreigners what famous Japanese people they know. This time we're actually going to go and ask Japanese what they think or who they think is famous outside of Japan. Which Japanese, maybe actors, musicians, which people will still be popular outside of Japan. So let's see what Japanese people think about that.海外で知られてる日本人は誰と思いますか？男性だと嵐じゃないかなと思う。嵐？嵐。めっちゃなんか。キャリーちゃんも？キャリーパムパムとか。言えないですけど、キャリーちゃんとかも入ってそう。錦織くん。錦織くん。逆に、なんでキャリーは海外で知られてるんでしょうか？日本の中でも独特な方の人だから、海外でも独特みたいなイメージ。キャリーパムパム。キャリー。キャリー。キャリーは。なので、なんでキャリーだと思いますか？やっぱファッション性と個性性がやっぱ外人に受ける。個性がすごいよね。とライブ型も楽しいのもあるし、最近やっぱり原宿系ファッションが流行ってるので、それが受けがいいのかなっていう。で、男性はワンオク。ワンオク。やっぱここだよね、ワンオクだよね。ワンオク？ワンオクロック？はい。サッカーかな、だよね。イチロー？はい。しか分からない。王道だよね。うん。渡辺謙と、思った。キャリーパミュパミュ。なんかフランス人に人気のイメージ。テニスの人はテニスの人。錦織圭さん。錦織圭さん。女の人って分かんないね。誰だろう。福原愛さん、今はそうじゃない？福原愛さんとベビーメタ、ベビーメタ、あれは泳ぐ人、北島康介選手、はい、分かった分かった、パフィ、はい、キャリーパミュパミュ、おーいいね、ベビーメタル、ベビーメタル、キャリーパミュパミュ、一番最初にパッて出てきたのはなぜでしょう？ニュースとかで海外アメリカとかでライブしてるの見るからし、なんかああいうファッションが独特だから好きっていうかちょっと気になるっていうかのかなみたいな感じで。なんでベビーメタルですか？それもやっぱニュースで見ました。なんか人気だって海外でも、なんかアメリカ人とかの熱狂的なファンとかがいてみたいなのをニュースで見て知りました。男性も思いつけますか？渡辺謙誰だろう、スマップとか知られてないのかな。で、嵐とかは？嵐どうなんだろう。渡辺なんとかで。渡辺謙あんちゃんのこと。そう、その人はなんか、イメージあるかも。世界でもなんか映画とかドラマとかにも出てるイメージはある。じゃあ女性はどうしますか？女性の方がなんかいっぱいいるイメージ。キャリーちゃんとかももクロとか。キャリーパミュパミュ。そうです、アイドルがいっぱい有名なイメージだよね。あとモデルさんとか、はい、アンジェリカとか、なんかハーフ系のモデルさんが多いから外国でもなんか有名かなって思う。あと誰だ。中村、あ、中村あんちゃん。でもモデルさんじゃないけど、でもインスタで今めっちゃ今すごいの。渡辺直美もインスタでめっちゃ世界ランキングで1位で有名、多分誰も知ってる気がする。男性がイチロー、野球のあれですよ、はい、なんだどこチームわかんないけど、メジャーリーガーのイチローです。僕は世界の終わりが好きなんで、最近海外進出とかもしてきたんで、世界の終わりが有名であってほしいなとは自分的に思います。キャリーパミュパミュとか。確かに。あ、でも出しちゃいけないね。いや、まあ、フカセとキャリーはちょっと破局しちゃったんで。結構アーティストが有名なイメージがあるんで、ベビーメタルとかって結構流行ってますよね。あれは僕はちょっと良さは分かんないんですけど、海外受けがいいですよね。スーサイドスクワット見たんで、福山カレンさんっていう人、ベビーメタルとか。確かに。ね、本田圭佑。はい。本田圭佑。本田圭佑。何する人ですか？サッカーです。イチロー。はい。海外で知られてる、日本人あんまり知られてないと思いますか？どうなんだろう。日本でも人気な人は結構海外進出とかもしてんのかなって思います。女性は知られてるイメージあるけど、男性はそんな目立たないイメージ。あんまり進出してないイメージ。日本より世界とかで活躍してる感じだから、スポーツ選手とかは特にあんまり、逆に日本にいない
感じがする。キャリーパムパムとかは日本でもやってるけど、スポーツ選手とかは海外の方がなんか、うん、メジャーなのかなみたいな。So Japanese people seem to think that Three Top wear Kyari Pamyu Pamyu, Watanabe Ken, or maybe Baby Metal as a group, and then lots of others like sport, people who do sports and stuff like that. So interesting, the names that they named were slightly different from what foreigners thought were famous people from Japan, apart from one person. If you watched that video, you know who I mean. If you haven't watched that video, I'll put the link in the top right of the screen so you can find your way there. Well, I think personally, it depends on what you're actually into, what you're interested in, and depending on that, you will know a Japanese person. So people who like movies knew Watanabe Ken, people who like music, and they usually knew Kyari Pamyu Pamyu. For example, I liked Lolita fashion, so I like, for example, Misako Aoki, and we had the pleasure to actually go for a nice coffee and tea at the Sailor Moon Cafe the other week, which was lovely. I made a video about that if you're curious about that. That's in the top right of the screen. So again, it depends on what you are into, and that will get you more knowledgeable in that field. So you might be able to name me some other famous people that others should know. So look forward to reading your comments, who's famous to you, and I'll catch you soon on Ask Japanese. Thank you for watching. Bye! Yahoo!